パコ・メンデス。マーブルストリートのアパートをドクターから借りてる男。気をつけて、犯人かもしれない。パコ・メンデスを探してるんだけど、どこにいるか知ってる？あそこのテーブルにいるぜ。知り合いか？いいえ、でも彼に話があるの。そりゃ無理だ。誰も入れないよう言われてるんでね。パコはセクシーな女の子が好きみたいね。バカっぽいセクシーだけど。さあ、セクシーに決めるわよ。あんたラッキーなんだよ。ボスがテーブルに招待するそうだ。よう、招待を受けてくれたってわけか。ここは初めてだろ。今まで気づかないはずないからな。
俺はパコだ。君は？マディソン。マディソンよ。ああ、あんたの動き最高だったぜ、マディソン。すんごく興奮させてもらったぜ。場所を変えて話できないかしら。できれば二人きりで。おう、もちろんだ。さあ、ついてきな。さあ、俺の小さな王国へようこそ。よこしな、お楽しみの邪魔だ。いい女だぜ。じゃあ、お手並み拝見といくか。ほら、脱げ。ゆっくり、全部脱ぐんだ。あの、その前に飲み物をもらっていい？私ったらちょっと緊張しちゃって。緊張なんてとっくにほぐれてるだろう。楽しませてくれ。さあ、さっさと始めな。でも、あの、その前に話をしない？いいや、話すことなんて何にもない。十分話したろ。さあ、楽しませてくれよ。悪いんだけど、あなた何か誤解してるみたいね。あ、それじゃあ私帰るわ。いいでしょ？またいつかね。おい、誤解してるのはそっちじゃねえか、ベイビー。ふざけんのもいい加減にしろ。チャンスはこれっきりだぞ。俺はチャンスを無駄にするような野郎じゃねえ。何か考えて、何か方法があるはずよ。ランプ、ランプ、ランプに手が届けば。そうだ、ベイビー、最高だよ。私だってやればできるじゃない。上出来だわ。さてと、第2ラウンド、口を割ってもらうわよ。助けを呼んだら殺すわよ。わかった？くそ、何が望みだ？マーブルストリートのアパートを借りてるわね。何のため？アパートだって？何の話かさっぱりわからねえな。女にしちゃ悪くねえが、このくらいじゃ俺のハートが傷ついた程度だぜ。ふざけやがって、殺してやる。ボス、大丈夫ですか？
大事なとこ痛めつけられたくないでしょ。そろそろ白状したら。ああ何しやがんだ。やめろ、やめてくれ。これは手始めよ。もっとやられたい。あのアパートには入ったこともねえ。アパートの鍵をある男にやったんだ。アパートを探してて金も持ってた。そいつの名前は。ちかって知らねえ。本当だ。うわあ、シェパード、ジョン・シェパードだ。俺が知ってるのはそれだけだ。ほら、大したことなかったでしょ。ロマンティックな時間を楽しみたいところだけど、急がないと。それじゃまたね、ハニー。帰るわよ。ひどい頭痛がするわ。